ちに来て一番やっぱりびっくりしたのって瀬戸内海で、すごく穏やかな海なんだけど、最初は湖かなっていうような、住めるんだったら住みたいなと思って、それでですかね。今はコーヒー豆を焙煎して通信販売とかで販売したり、あと出店した先でコーヒー入れたり豆を販売したりしています。自分で料理を作って食べたりが楽しめたりとか、ちょっとその辺を散歩して景色を見るのが楽しいとか、そういう自分自身でそういう楽しみを見つけることができる人にとってはすごくいいと思います。下津出身で今漁師をやってます。瀬戸内の方は波の方はやっぱ日本海太平洋に比べて穏やかだけど、潮の流れは島々に囲まれてるから、ものすごく速くて、魚自体ももう全部身が詰まってる。季節もんもありますけど、年中、タコが下津では一番美味しいと思います。下津での子育てはこう小学校6年生の子と1年生の子も一緒に遊んだり、親同士もこの子は誰の子っていうのをちゃんと把握してて、近所の方も親切に子供を見てくださってるし、育てやすいと思います。20歳まで、下津で、住んでいました。今建築設計の事務所をしておりまして、下津では、私は路地巡りという活動をしておりまして、路地について興味が湧いて今は歩いています。特に、平安より以前から集落があったということが分かったので、そういった先輩方のですね、生活の知恵みたいなものを地域の人と一緒に歩きながら楽しんでいる活動を続けています。人がこの近づきやすいのと一緒で、実際の路地の中にある家と家も近い感じで、成立していて、そういったところにこの町の、美しさみたいなものが詰まっているのかなという、そういった気持ちを持っています。下津で小島ブランドのジーンズを縫製している工場です。小島ジーンズは日本を代表するデニムであり、世界にも通用するデニムだと思っているので、今後小島デニムがもっともっと世界に羽ばたいていけるようになってほしいです。年に1回下津の子どもたちがお祭りに集約し、コミュニケーションを取りながら、この下津の小さな町でワイワイダヤダヤとしているのが決まってるんですね。やっぱり一番人間味がある町だと思います。なんか参加するともう本当に気持ちいいぐらいいろんなことがつながって、いろんなことに参加して楽しくなってくる。やっぱり人の距離が近いというか、私大阪は結構そういうのがあるので、なんか似たとこがあるというか、帰ってきたらお帰りとか近所のおばちゃんが言ってくれる、なんかそういう温かいところがすごく好きです。田舎といえば田舎ですけれども、車があればバスも走ってますし、ちょっと行けば大きなスーパーも何でも揃ってるので、全然不便なことはないので、ぜひ来てください、下津に。ぜひ、穏やかな瀬戸内の港町で暮らしてみていただければなと思っています。漁師になりたいっていう人がいれば、もういつでもやりましょう、一緒に。ぜひ移住してください。